はいどうもこんにちは、こんばんは、しぱです。今回は YouTube のチャンネル登録者数を非表示にするメリット、デメリットについてと PC やスマホで実際に非表示にするやり方を解説します。 YouTube を見ているとチャンネル登録者数を非表示にしているチャンネルを見かけることがありますが、どんなメリットや理由があって登録者数を隠しているんだろうと気になる人もいるのではないでしょうか。ちなみにこのチャンネルは登録者数が0人の時から登録者数を公開した状態で運営してきましたが、登録者数を非表示にするメリットとデメリットを聞いた時に、新しくチャンネルを作成するのであれば今度は隠した状態でスタートしたいなと思うほど興味深い情報になっていたので、これから YouTube 活動を始めたい人は動画の最後まで確認していってください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まずは YouTube のチャンネル登録者数を非表示にするメリットについて解説していきますが、自分の実際の経験やいろんなところからの情報をまとめてみると、視聴者からしょぼいチャンネルと思われないようにするため、チャンネル登録しやすくするため、一つのアンチ対策のためといったメリットがあります。まずは視聴者からしょぼいチャンネルと思われないようにするためということですが、チャンネル登録者数が10人とか100人くらいだとどうしても規模が小さくてしょぼいチャンネルと思われてしまう傾向があります。チャンネル登録者数が少ないということは、そのチャンネルを高く評価する人が少なかったり、動画があまり魅力的ではなかったり、あまり信頼できないというように捉えられてしまうことも多く、どんなにいい動画を投稿したとしても動画を再生してもらえない可能性が出てきます。特に企業が運営するチャンネルやビジネス系のチャンネルといった高い専門性や権威性が必要とされるコンテンツを投稿している場合は、チャンネル登録者数が少ないのが原因で動画の内容が視聴者に支えにくくなったり、動画自体を見てもらえないこともありますね。もちろん単純に需要のあるテーマで動画を作成していなかったり、サムネイルやタイトル、動画の内容が悪いせいで再生回数や登録者数が伸びにくいということもあります。ただ再生回数や登録者数が伸びない原因の一つとして、高い専門性や権威性が必要とされるコンテンツを投稿しているのに登録者数が少ないというのがあるので、チャンネルを開設して登録者数が少ない初期の頃はあえてチャンネル登録者数を非表示にする戦略を行うチャンネルもあるので参考にしてみてください。次にチャンネル登録しやすくするためということですが、例えば登録者100人のチャンネルと登録者1万人のチャンネルがあったとします。どちらも同じ製品についてレビューしていて、どちらも参考になったからチャンネル登録しようと思った時に、1万人の方は気軽に登録できる感じがありますが、100人の方はなんかちょっと登録しにくいというか、登録するためにちょっと勇気がいりますよね。これは先ほどの視聴者からしょぼいチャンネルと思われないようにするためのところと重なるところがありますが、チャンネル登録者数が多いとこのチャンネルは高く評価する人が多くて、たくさんの支持を集めているチャンネルなんだなと思うので安心感が生まれますよね。なので1万人の方は気軽に登録できる感じがありますが、100人の方は評価が少なく支持も少ないチャンネルと思われがちなので、登録するのに躊躇してしまう人が多い印象です。ちなみにこのチャンネルは登録者数が0人の時から常に公開して活動していますが、0人から1000人までの登録者になるまで約4ヶ月かかりましたが、1000人から2000人までの登録者になるまでは約1ヶ月程度で増やすことができました。3日に1本くらいのペースでしか動画投稿していませんし、動画テーマ的に短期間でめちゃくちゃ再生されるような内容ではないので、動画投稿しまくったから登録者数が増えたとか、バズったから登録者数が増えたというよりも、登録者数が3桁から4桁に変わったことで信頼度が上がり、登録しやすくなったから短期間で増えたというのが少なからず影響していると思います。ちなみにクリエイター界隈でも登録者1000人を超えるとさらに伸びやすくなると言われていて、1000人を超えることで視聴者さんがチャンネル登録してくれるまでの心のハードルがだいぶ下がる傾向があるので、このようなことが言われているのだと思います。なのでチャンネル開設初期の登録者が少ない時期は戦略的に登録者数を非表示にするチャンネルもあるので参考にしてみてください。最後に一つのアンチ対策のためということですが、出る杭は打たれるという言葉があるように、伸び悩んでいる人が伸びているチャンネルを見て嫉妬し、コメント欄などに嫌がらせや誹謗中傷のようなコメントをしていく人が一定数いるので、その対策で登録者数を非表示にしているチャンネルもあります。ただこれはあくまで一つのアンチ対策であり、これだけのために非表示にするのはちょっともったいない気がしますね。 YouTube にはユーザーをブロックする機能やコメントや評価数を非表示にする機能もあったりするので、それらの対策をやった方がアンチ対策としては有効な気がします。
ちなみに説明欄に特定のユーザーをブロックする設定方法を解説した動画やブログ記事を記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。また、コメントや評価数を非表示にしたり、保留にする設定方法を解説した動画やブログ記事も記載しておくので、説明欄からチェックしてみてください。ここまで YouTube のチャンネル登録者数を非表示にするメリットについて解説してきましたが、デメリットについても気になる人がいるのではないでしょうか。チャンネル登録者数を非表示にするデメリットとしては、視聴者が応援しにくいというのがありますね。YouTube 内にあるほとんどのチャンネルは登録者数を表示していることもあって、このチャンネルは登録者数が表示されていない。なんでだろう?というように考える人もいますし、チャンネルの透明性といいますか、投稿者と視聴者の間に何か壁を作っているような感じがするんですよね。あと YouTube の収益化申請には登録者が1000人は必要という情報も最近は広まってきているので、この人あともう少しで1000人いきそう、もっと応援したいから SNS でシェアしようと思ってくれる視聴者さんも結構います。ただ登録者数を非表示にしていると視聴者さんが応援しにくいですし、いざ登録者数1000人とか超えたりしても記念動画や記念配信を大々的にやりにくいというのもありますね。個人的に YouTube はテレビと違ってコメントを介して視聴者さんとつながることができ、投稿者側と視聴者側の距離感がかなり近いところにあるのが魅力的なポイントだと思っています。それなのに目につきやすい登録者数を非表示にして隠すのは何か壁を作っているようで嫌だったので、このチャンネルの場合は登録者0人の頃から常に公開して活動していました。まあ初期の頃は非表示にすることのメリットについてあまり理解していなかったというのもあったので公開していましたが、今となっては権威性が求められる動画テーマで新しくチャンネルを作るのであれば、1000人くらいまでは隠した状態でやっていこうかなとは考えています。これはあくまで個人的な意見ですし、チャンネルの作り方や投稿する動画テーマ、あなたの状況や考え方によってどっちがいいのかは変わってくるので、あくまで参考程度にしてください。ここまで登録者数を隠すことのメリット、デメリットについて解説してきましたが、実際に登録者数を隠したいという人もいると思うので、今からその方法を解説していきます。それではまず最初に PC からチャンネル登録者数を非表示にするやり方を解説していきます。ちなみに時期によっては仕様が変化して実際の画面と異なる場合があるので、あらかじめご了承ください。まず最初に YouTube にログインした状態で画面右上のアイコン画像をクリックして YouTube Studio をクリックしてください。すると YouTube Studio の画面が表示されますが、画面左下にある歯車マークの設定をクリックしてください。すると設定の画面が表示されますが、チャンネルをクリックしてください。次に詳細設定のタブをクリックしてください。そして下にスクロールするとチャンネル登録者数という項目があるので、チャンネル登録者数を表示するのチェックを外しましょう。あとは保存をクリックして編集を確定させれば設定完了です。次にスマホからチャンネル登録者数を非表示にするやり方を解説していきますが、 YouTube アプリや YouTube Studio のアプリでは設定することができなくなっているので注意してください。ちなみに自分は iPhone を使用していますが、 Android の人もいると思うので、両方で同じやり方で設定できる Chrome のアプリを使って解説します。まだ Chrome をダウンロードしていない人はダウンロードしてきてください。それではやり方を解説しますが、 Chrome のアプリを開くとこのような画面が表示されるので、検索または URL を入力をタップして YouTube PC 版と入力して検索してください。次にログイン YouTube Studio というのがあるのでタップしてください。すると状況によってはこのような画面が表示されますが、スタジオに移動をタップしてください。すると PC 版と同じ YouTube Studio の画面を開くことができます。次に画面左下にある歯車マークの設定をタップしてください。すると設定の画面が表示されますが、チャンネルをタップしてください。次に詳細設定のタブをタップしてください。そして下にスクロールするとチャンネル登録者数という項目があるので、チャンネル登録者数を表示するのチェックを外しましょう。あとは保存をタップして編集を確定させれば設定完了です。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで YouTube を少しでも伸ばせるコツや、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gearticsというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。また自分はこのチャンネルとは別にシパチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますので、説明欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。